なんか初犯だけ印税ちょっと払いますよみたいな、はふざけんなって言ってですね。Hello there、 始まりました森哲チャンネルです。今回はですね、出版社の闇にですねちょっと迫ろうかなと思います。まあいろいろですね、予備校業界とかですね、英語業界についてはいろいろと話してきたんですけども、ね、そうですね、僕が長く携わっているといえば他にあるのはやっぱ出版業界なので、ここについてですねいろいろと、言っていこうかなと思います。いや闇が深いですよあのなんていうんですかね、他の業界と比べてですね、言えることはかなりそこの出版社に左右されるっていうのがあると思いますね。契約とかも緩いし、まだこんなやり方してんのっていうところもあるんですけど、まあ、ほとんどは出版社の裁量に任されてるっていうところがあって、著者の扱いとかもバラバラですね。印税も当然バラバラですし、この著者に対する扱い方とかっていうのも、かなり分かれてしまうっていうのがこの業界であまりよろしくないでしょうね。はっきり言ってしまえば、昔からのものが残っていて、よろしくないやり方風習とかが残っていてあんまり変わってないっていうのが、出版業界かなっていう、ね、いう感じです。で、語学書自体っていうのはですね、それこの英語関係で、まあ、全体の出版っていうのはやはりこの紙っていうのに多くがですね、このオンラインの e-books とかに押されてですね、下がってきてはいますね。書店もいっぱい合併してますよね。大きな書店が消えていってますけども、で、語学書自体の売り上げっていうのはやっぱりそこまで減ってない。日本人やっぱ紙でですね、勉強したいんですよ。そういう人が多いので、語学書の売り上げ体っていうのはそこまで下がっているとは、見られないんですね。で、そんな中、結構やっぱ出版社によって、変わっているところもあれば全然変わらないところもあるっていう感じですね。かなりいい対応をしてくれるところ、悪い対応をしてくれる、悪い対応をしてくれるというものですけどあるので、その辺の話をちょこっとしようかなと思いますね。で、まあ大きく分けて私は2つの出版社と揉めて、ですね、もう二度と書かんって言ってですね、揉めているわけですよ。まあどちらも有名な超ですね、語学の出版社で、もちろん名前は避けますけど、まあ調べれば分かっちゃうと思いますけど。で、一つ目はですね、やっぱ勝手にですね、出版社が延期とかするんですよ。出版時期とかっていうのを勝手に変えるわけですね。で、そんなの本当は、まあ、わかるはわかるんですよ。その売れる時期に出したいとかですね。でもこっち散々忙されて、出してください、出してくださいって言われて、ガンガン準備して一生懸命やったのに、勝手に延期とかされると困るわけですよ。逆はいっぱいありますよ。著者が何ですか、書かないくてごめんなさいっていう感じですけど、遅れてっちゃうっていうのはよくあるんですけど、ですね、この、なんていうか、書いたのに出さないとかっていうのはやっぱちょっとね、そんなん初めてだったんで、はぁ、みたいな感じで、一回、まあでも一回目は良かったんですよ。はい、わかりました、みたいな。在庫を減らしたいんで、とか言って、はい、わかりました、じゃあいいです、って言ったのに、二回言ってきたんで、もうさすがにですね、それは許さないって言ってですね、だから全てをもう出さないと、あなたの出版社で全て出しませんと、全部止めてくださいっていうふうに、言ってあります。で、まあその後、音沙汰なしですね。こっちが言ってます。そうなんです。これ、音沙汰なしとかしてくるのが腹立つんですよ。他の出版社もそうなんですけど。ですね。ね、結構、本当に、なんかね、本当に、扱いがひどい、みたいなですね。ところがいっぱいあります。で、法律上とかでも、出版社が強く作っている契約書とかが多いんですよ。で、ここを変えてくれてる出版社もあります。ちゃんと著者の、意見を通すとかですね、いうところ。まあ、だから、向こうこっち10年間保持してますから、ですね、やめてください、みたいなんですよ。他で出さないでください、このコンテンツ使ってとかっていう風にしてる出版社もあれば、ですね、その10年とかじゃなくて短くしているところもあります。で、自動更新にしてるんですよ。嫌なことにですね。だから、勝手に更新されて、その後10年出すんですね、このコンテンツ。全く売れてもいないから、他のところで変えてですね、他の出版社で出したいとかっていうのも、本当は、できるようにするべきなのに、ね、そういうのもしてくれないとか。っていう感じで、昔ながらのですね、出版社に力があるっ
ていう状況ですね。まあ確かに日本は書店にも力があるっていうのがすごい、ほらアメリカとかだったら書店がですね、本買い取りで一生懸命売る、割引したりして売るのに対して、日本っていうのはさ、返品できちゃうんですよ、書店から出版社にですね。で、そういうところもあるんでですね、まあ変なところなんですよ、非常にですね。でこれも出版社によってその返品された出版のやつをマイナスしてくるところもあります。自分のですね、その売り上げから、売上というか本のやつから、がっつり引いてくるところもあれば、もうすべてちゃんと最初に出したですね、冊数の分お金をくれるところもあります。だからね、バラバラなんですよね。そういった面で、まあ、一応本当はこっちが絶版にすると伝えられれば絶版にするんでしょうけどですね、多分ですね、それを通さないと思いますね。向こう側は通さないでそのままやると思います。でそれに対して多分僕はその増刷のところでストップをかけると思いますね。増刷はさせませんって言って、本当はね お金的な面はいいんですけど、増刷した方が、でもやらないですねそんなね、本当に質とかも考えずに勝手にですね、やるようなところとかですね。まあそうなんですよ。営業が強いとこなんで、営業が強いとこっていうのはそういうところがありますね。うん、締め切りとかも勝手に営業が決めたりとか、そういうところがあって、内容とかもですね、もう締め切り間に合わないからとかっていうので、誤植だらけでも出すとかっていうのがですね、結構あるんで、ですね、うん、そういうところは気に食わなかったりとか、あとは勝手にタイトル決められるとかね、っていうのがすごい嫌ですね。出版、まあ、に、アマゾンの、やつとかで大体タイトル知るんですよ。信じられないですよね。そんなのありえないだろうと思うんですけど、そういうところもあります。だから、そこで文句言ったりするわけなんですけど、いや、全然違うじゃんって言ってですね。だって、もうこれって分かっちゃうんですけど、ただただ単元別に並べてる問題と、出題形式別に並べてる問題なのに、600点対策、900点対策みたいなのが付けられちゃうわけですよ。全然合ってないわけですよね。あそこは本当に、この本に関しては、出版を止めようと頑張ったんですけどね、いや、無理です、こんなのって言ってですね、編集の人が書いちゃった部分とかって、そう、編集の人が書くとか、構成の人が書くっていうと、問題がめっちゃ起こるんですよね、これね。いや本当にやめてほしい時がすごくあって、構成の人の英語力とかがめちゃくちゃ低い時とかですね、本当やめてほしいです。もう間違いが激増しちゃうんですよ、逆に。それを直すのが超大変な時があるんですよね。まあこんなレベルのものも知らないのか、こんなの中学校レベルじゃんっていうようなですね、ミスがいっぱい出てきちゃうんですよ、とかっていうのもそうですね。だからこう、えばり腐って自分でなんか俺ができるんだみたいに言ってガンガンやってくる構成者とかもすごい嫌ですね。もう全然できないのに、そう言ってくる、人とかですね、すごい嫌だです。大嫌いですね。で、そういう人ばっかりじゃないですよ。あ、もう一個で揉めてるのは、あれですね、勝手に僕が書いた問題を使ったっていうやつですね。連載してって、まあ本になるだろうなと思ってたんですけど、もう本ができてましたからね。で、連載したやつを結構そのまま使っちゃいました。すいません、みたいなのが来たんですよ。で、名前載せてあげますから、クレジットで名前載せてあげますから、いいっすかみたいな。それで、なんか、初版だけ税ちょっと払いますよ、みたいな。ふざけんなって言ってですね。で、あと、それで構成してくれって書いてあったんですよ。で、知らない。勝手に本にしておいて、ですね。それで構成しろって言ってきて、で、印税払ってやるよっていう上から目線で、しかも初版しか払わないし、ですね。とか、そういうことがですね、大手出版社でも、普通に行われるんですよ。もう信じられないんですけど、そういうのが出版業界です。だからですね、本当に気をつけないといけません。本出す方ですね。みんな、なんとなくこう本出したいと思っている人かなり多いと思うんですけど、いろんなことがありますので、お気をつけください。はい、気をつけないといけませんですね。契約書とかもかなり、緩いところもあるし、かなり変なところもありますので、はい、お気をつけください。出版の印税について話したかなと思いますね。まあ印税どれくらいもらえるのか気になっている人いっぱいいると思うので、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.